天野さん、この度はミッション完了おめでとうございます、まあ、やってみるとできるでしょ。で、このアクションを今日するのか明日するのかいつかするのかって感じですよ。いつかしようと思ったらずっとやんないんですよ。で、ずっとやんないのに稼げないっていう発想になっちゃうんですよね。いや、今日それをやったらお金もらえますよ。もしくは目の前の人に今日この作業をするんでお金をください、これ以外ないんですよ。これするからお金くださいって言うしかないんですよ、お金もらおうと思ったら。なんかこの言葉を言わずに、このアクションをせずにお金儲かんないかなって思っちゃってるから、確実に儲かりますとか再現性 100% ですっていう言葉にね言っちゃうんですよ。我々はビジネスをするわけですから、ビジネスの最初の初歩としてですね、そして初歩と言いながらもこう真髄ですよ、目の前の人にお金をくださいっていうこと、これ以外ないと思います。で、慣れてきたら、上級者になってきたら、こうやってインターネットを通じてね営業しても取れるんですよ。でもこれは上級者の話なんで、例えば今回ね、天野さん、アミドのことを言われてて、どなたか注文ありませんかってことをね動画の最後に言われてましたけども、それではねなかなか来ないんですよ。なかなか来ないですね。誰か来ればいいなではなくて、例えばね、山根さんいかがですかみたいな感じで名指しで行くとかね、ゆっこさんどうですかとか、いっこさんね、いこさんどうでしょうかとかね、ひろこさんいかがでしょうかみたいな感じで、もう名指しですよ、こうなったらね。花屋龍馬さんどうでしょうかみたいな感じですよね。で、私の場合は訪問販売の営業ですんで、もうなんで縁もゆかりもない人のところに家に行って、こんにちはって行くわけですよ。で、3分ぐらいで契約取るんですよね。で、私はね、網戸1枚500円っていうふうに言うんですけども、作業が終わったらとてもじゃないけど500円なんてお金じゃちょっとかっこ悪くて払えないって人の心理を利用して2万5000円ぐらいもらうんですよ。私から料金の提示をしていただくことはないんですけども、大体ね2万から3万の間で田舎の人ってくれるんですよね。大体自分が何かの作業した時にこのぐらいもらったなとかね、このぐらい今までも水道とかガスとかで修理したら払ったなみたいな印象があったら、大体その相場に合わせてくるのを読んで私からは請求しないんですよね。で、今までで作業して一番お金払わなかった人で1万円です。で、一番払った人で10万円です。で、私は1枚500円の網戸張りとしか言ってないんですけども、結局受け取った価値に応じて変わってくるんですよね。で、もう一つ網戸のスピーディーな張り方についてご質問いただいてたと思うんですけども、まあちょっと細かいところは何を質問してるのかすみません、よく分かんなかったんですけども、網戸の張り方のね、針のところとかなんかねこう乱れちゃったみたいなことがありましたけども、これ私はね凡事徹底で掴んだんでコツはないんですよ。私からお話しするコツはないんですよ、全然。まあもちろんね、目の前で一緒にやるっていうんだったらこうお見せしながらできるんですけど、口で説明できるほどのことは ないですね。網戸に関しては、一番最初に私が網戸の張り替え行った時は、網戸の張り替えをやるとも思ってなかったんで、それこそね2時間3時間かかってガタガタですよ。こうやって網の中にもう全然ね空間ができて蚊が入るんじゃないかみたいなのをやって、ご主人できました、とてもお金はいただけませんって話をしたんですよね。もう、張り替えをしない方が良かったぐらいのレベルです、私のは。一番最初はそれでも一生懸命やってくれた汗に対して私は2万5000円をもらって、次の日隣の人まで紹介をいただいたっていうことからビジネススタートなんですよね。で、繰り返し繰り返しやっていくうちに、ホームセンターの人もやり方を聞きながら、当時は YouTube はないですから、ホームセンターに行っちゃ来て行っちゃ来ててね、やり方を細かく聞いて、ホームセンターの人がこうやったのを見てメモをして記憶に留めて、で急いで帰って記憶が新しいうちにこうやるみたいなことを繰り返していって、やっぱり最初のうちはねボロボロだったと思います。よくそれでね紹介に次ぐ紹介が出たんだと思いますよ。もう作品のクオリティは最悪です。今思い出しても恥ずかしいぐらいで、写真撮ってたら見せたいぐらいですよ。今私はね動画も URL 送りましたけども、今はスムーズにできますけども、最初はね本当に最初の1ヶ月ぐらいはあんなもんじゃなかったかなと思いますね。1ヶ月って言ったら言い過ぎですね、10日ぐらいはねボロクソでした。お金もらっちゃいけないレベル、それこそね詐欺って言われてもしょうがないレベルですね。でもだんだんできるようになってきて、その後私はアフターフォロー来ましたとか言ってね、一から回り直してまた張り直したんですよ。それはもう当たり前の責任だと思ってやりました。中にはねもう自力で張ってる方もいらっしゃって、もしくは業者さんに頼んだかもしれないですけども、私にクレームを出すまでもなくね、一生懸命やったから、まあそういうこともあるよねみたいな感じで見逃してくださった方もいるんですけども、そういう方のところにはねやっぱり謝りに行ってお代金をお返しするなり、まあお返しするって言ってもね受け取ってくれなかったですけども、また頑張ってくださいっていうふうな声かけられてね帰って恐縮したんですけども、訪問販売っていうのはビジネスの全てが詰まってます。本当にね商品作りからサービスから、それからこんにちはっていう営業からね、料金設定から、それからアフターフォローメンテナンス、全てが入ってます。ですんでこれをすっ飛ばして、この基礎をすっ飛ばしてね、
ネットでなんとなく動画を上げたら稼げるとか、ネットでなんかね SNS をずっとやったら稼げるって思っちゃうと、これはアウトなんですよ。それはですね、これ基礎を積み重ねてきて全てが網羅できて上級者になったらできることなんですよ。私はそれができますけども、そこの部分だけ真似してもできませんのでね、今回はいい経験になったと思います。これからも頑張ってください。私はね、天野さん本当に嬉しいです。花江龍馬さんの動画もね本当に素晴らしかったと思います。ありがとうございます。それではまたパート2でお会いしましょう。